だで気持ち迷走してるからね。でも私株買いましたよ。100株。嘘買ったんだ。450円で買って今390円です。おーっとだから含み損やばいよ今。もうあの武田薬品工業で15万 JT で9万いやてめえねだいぶやらかしてるね。ただプラスなのが、ケンタッキー、ほう10万プラス。おでイオンも6万プラス、今なんか結局今持ってる株でトータルだと4万の損で済んでます。やっぱ近鉄の株とか買ったからね。おう株近鉄の株買ったの、片道乗車券今10万、ね、この間来てさ、もう来たんだ。どこで使おうかなって。一番お得なプランは、はい、賢島駅から高安山駅まで乗る。高安山西市議ケーブルの上。あれか、うん、はい、あれが一番運賃、片道運賃が高いっていうことを調査して分かった。あの辺分かんないな。八島神明駅でさ、あの運賃表やったっけ、うんって見とって、これが一番安、あの高くお得に使えるプランやな。2800円。ああなかなか、うん、でケーブルが別料金や、うん、でかかるんやけど、うん、あれ生駒ケーブルの方は会社と別やから、うん、あの投資で使えやんねんけど、うん、西式ケーブルの方は使えるんで、うんうん、そのケーブル登った先は なんか山の上だ。山があります。生駒山ではない。生駒山、生駒山。ああじゃあそう、うん、まあ、四季山なんやけど、名前は四季山ってなってるけど、要は一緒の山やね、うん。あ、ここラムーまだあるね。あ、ラムーがあるね。昔ここはなんだっけ、アテーナやったよな。あ、だよね、そうそう、うん、あれ、アテーナって何やった。結局ホームセンターでコメリが買収したってことなんだね。うん、おそらく、うん、本当にあのアテーナだけは何なんやったんやろ、ね、あれは。あれこれ真っ直ぐで、真っ直ぐ行ったらあかんねやな。曲がらなあかんよな。あ、わかんない。あれここやったよな、曲がるところ。あの地図見る。うん。今日曲がるわ。確かこれまっすぐ行ったらそのまま京都の方に行っちゃうはずないよ。はい。どう？ああ合ってます。よかったー。ちょっと163になっちゃうからね。そうだよね。そう、いともこれ忘れずスッて行っちゃう。うん。で、あの何ラムやったっけ？山の辺ダムやったっけ、なんかあるやん、この先ずっと行ったら163号月ヶ瀬。あ、月ヶ瀬ダムだ。あ、そうやね、うん、で、おーっていうまたやってもうたーっていう。よく気づきました。よしてか、まだ行くんすか。まだするんか。25号線を行くやからな。今のところね、こんな普通の道移してもね、取り高ないですから、はい、ダメですよ。こうやって Google マップ見てると、なんかこの先割とやばいっすね、これ。そうなんです。細いね、この先やばいっす。なかなか張り切らすまで。そう、こっからその山添村経由してくルートがやばいのよ。あ、しかもこの何オメガカーブのあたりなんか全然結構離れてんだね。そうですよ。へえ。まああのオメガカーブはオメガカーブでやばいけどね、はい、そこはもうすでに撮った動画があるから大丈夫。うん、でまっすぐ、で普通はそのままインターに乗るのに、あ、これ伊賀鉄道か。
のコンセプトでやってるもんな。わかるんか。はい。あ、じゃあ月ヶ瀬はいいんだ。うん。月ヶ瀬は行ってもいいんだ。うん、あれ、あれどこだったっけ？どのダムで言ってたんだったっけな、じゃあ。あ、月ヶ瀬。なんかさ、月ヶ瀬っていう地名って結構広いから、うん、うん、こっちでも一応月ヶ瀬っていう風になるんだ。あ、そっかそっかそっか、そういう文字か。もともと月ヶ瀬村だもんね、ここも。うん。まあ、まだまだ大丈夫。知らない世界なんで。ああ、なるほど。うん、ただの手動だよね、ここで。まあ、まだまだ今のところはね、うん、うん。まあ、まだまだまだ。これがまだ25号か。まだこの辺りは全然あれですよ。まあ、地方の国道やったら全然普通にある光景ですからね。うん、さあ、まあ、まず第一関門これですよね、このマーク。はい、このマークが入ってくる。これ国道のね、必須条件ですから。うん、身構えるよね。はい、この後どんどんと必須条件クリアしていく道路標識が現れますね。はい、ただ言っても東芝走るの10年ぶりぐらいやからな。なんで動画の企画でもないのにそんなことやってたんだろうね、本当に。我ながらなとだ。あ、あの時あれだ、天下食いたかったからだ。天下食いてーってなった。天下。うん。天にスタミナラーメン。はいはいはい。天下食いてーなー。でも普通に食いに行ったらちょっと夕飯の時間にはちょっと有り余ってしまうし、うん、混んだ時間に行くの嫌だな。せや、旧道で行ったらちょうどいい時間になるんちゃうか。危うく閉店しかねえしそうになった。うわー、はい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 。さあ、順調にちゃんとおにぎりマーク出てこれば大丈夫です。結構まだ月ヶ瀬まで8キロ。そうです。だから、まだ入ってくのが大変なんでね、予告で言うと。奈良県整備しろやーって叫びたくなる。国道やけど。わからん、整備してくれとるかもわからんけどな。あと、あれ、針のところさ、うん、あれできたんだね、餃子の王将。そうなんだ。うん、めっちゃ便利よ。あと、針テラスの中に。テラスの真横。うん。一応敷地的には分かれとるみたい、うんうん、だけどめっちゃ便利やし、夜中の1時か2時までやっとって、うん、
でね、あのオリジナルメニューが多め、FC 店だった。フランチャイズなんだ。あの分かるやん、入ってさ、すぐにさ、あの直営店に置いてあるラー油がなくて、そこまであのね、餃子のお店行かない人なんて分かんないけど、俺も最近行けてないんだけどね。そう、あのラー油の種類見たら大体、あ、これ FC 店やなって分かるのと、 FC 店の特徴はもうオリジナルメニューのゴリ押し。で、そこは何が良かったかっていうと、味のセットがあったの。ムーシーロ、肉と卵の入り付け、投資でムーシーロっていう、これ俺大好きで、肉と卵の入り付けは絶対マストっていう、頼みたい人ないけど、これのセットってまあ見ないのよ。まあいわゆるマイナー一品になるのかな、定番品ではある、入ってるんだけど、どこの店でも、これをご利用ししとる、素晴らしいと。むしろ推しはもう素晴らしいとしか言いようがない。しかもだからセットでお得になってるしさ、素晴らしい。めっちゃボリュームあったし、ね、トラックのうんちゃんとかってやっぱあのターゲットにしてるんだろうね。ボリュームがしっかりあるからさ、ボリュームがしっかりあるけどおかずがいっぱいあるからさ、思わずご飯おかわりしちゃったもんね。ごめん、もう一杯。さあ、来ました、この障子ね、愛してまくなるよと、まあまあまあ、でもこれまだまだ、集落だからね、出しながらの。さあ、俺ね、気をつけなあかんのかね、完全にもうオールスーキでおるけど、月曜日から朝の4時起きやからさ、どうやって生活サイクルを戻すか。やり方としてはもう究極の裏技は一つあるのよ、もうこっから日曜日の夜まで寝ない。で、日曜日の夜に爆死する、そうすれば朝起きれる、耐えられば、それまで帰られやんくて夕方の5時ぐらいにポンって寝落ちすると大惨事が起こる。夜の11時にうわーって叫ぶことはあるあるある。出勤時間はいいけど帰る頃にはもう眠くて運転できないぞこれ。